山口ケーブルビジョン本社山口ケーブルビジョン株式会社は山口県山口市に本社がある山口県大部をサービスエリアとする中四国最大のケーブルテレビ局である通称 c エーブル山口市及び周辺の自治体と民間企業との出資による第三セクターとして1984年に設立された もともとは山間部の難視聴対策を目的としているが、他県のテレビ局の電波を受信できるエリアが多い。山口県にあって、山口県内派以外の受信が困難である。県央部の大部分での視聴対策の意味合いもある。特に FNN、TXN 系列の番組が通常では受信できないことが多い。このような事情もあって、サービスエリア内の加入率は80%を、 超えている。県域地上波テレビ局であるテレビ山口とは、同じ山口とヨタ自動車の系列参加。県域民放 FM 局である FM 山口とは、業務提携関係にある。また、読売新聞西部本社も株主の一つで関係が強い。総務省の要請に応じ、アナログサービスを2015年3月末まで実施予定。2011年5月20日に、 総務省から発表された資料によると、デジアナ変換を実施する予定日及び、視聴可能チャンネルは未定と発表されたが、7月24日に NHK 山口総合、NHK 山口教育、山口放送、テレビ山口、山口朝日放送、テレビ西日本、TVQ 九州放送と自主制作番組のデジアナ変換が開始された。 アナログでは5局すべての再送信を行っていた、在福民放局については、九州朝日放送、RKB 毎日放送、福岡放送のデジタル区域外再放送が、j コム下関以外開始されておらず、県内に系列局が存在しないテレビ西日本、TVQ 九州放送の未視聴可能である。山口ケーブルビジョンは、 最早振動員に係る総務大臣裁定について総務省に申請し総務省は2011年6月21日に統計ブルテレビ局からの最早振動員に係る裁定申請についてはテレビ西日本以外の在福4局も同意すべきとの大臣裁定が出されたこれについては日本民間放送連盟が広瀬道貞会長の話として 無秩序な区域外再放送が容認されたことは極めて遺憾とのコメントを発表している。TVQ 九州放送のデジタル再送信は同年7月24日に開始された。中止した在福三局について最低当事者間で協議を進めてきた戸宇部市長が2012年6月に議会答弁した。同年9月に法府市長も 同じ内容の答弁をし、引き続き当事者間の協議を見守っていきたいとの考えを示したのに対し、協議していないことを市議会議員が指摘したが、再送信は始まらなかった。高齢者家庭向けにライフチャンネルサービスを試験実施中。日本電機の開発した地域情報システム、テレトモを利用するもので、テレビ電話サービスショッピングサービス見守りサービスなどを行っており、 一般的なビデオオンデマンドとはやや異なる。開局当初は山口市、旧大利町の広報番組などの制作にとどまって、いたが現社屋に移転した頃から番組制作が活発となる。また、社屋移転の直前頃から CM の放送も開始した。情報番組だけでなく、ケーブルテレビでありながら、バラエティや音楽番組なども制作している。日本国内にある、 その他の地方ケーブルテレビ局と比べても、格段に制作率が高い。主な番組は、下記の通り。東東 ABC 山口ケーブルビジョン株式会社、第37期決算広告アト町役場企画課、広報アト2008年12月号、P2 アト町議会、アムアト町広報2007年6月、定例演技会号ピアニッシも、4から5アト町役場企画課。 広報アト2008年7月号、P4 ト庁役場企画課、広報アト2008年12月号、P3 峰市議会平成23年12月7日、総務企業委員会会議録15から17ページ2015年3月31日まで。デジアナ返還を実施する、ケーブルテレビ事業者の決定状況、総務省、 https://www.soumu.go.jp <laughs> スラッシュメニューニュース、snews,01 0 12010002HTML2011 年1月3日閲覧。デジアナ返還を実施する、ケーブルテレビ事業者の公表、総務省、 https://www.soumu.go.jp スラッシュメニューニュース、snews,01 律120100009、html2011 年5月20日閲覧。ミネシ議会平成22年第4回定例会、本会議会記録23から24ページミネシ、議会平成22年12月7日。 総務企業委員会会議録6から9ページ当時、TVQ 九州放送の再送信は開始されていなかった。高知県及び山口県の優先テレビジョン放送事業者3社からの再送信同意にかかる最低申請に関する情報、通信行政、郵政行政審議会からの答申、総務省情報流通行政局衛生、地域放送課、 https://www.soumu.go.jp ス,ス,ス,スラッシュメニューニュース, s ニュース01、snews,01-02-01-0-0-013、html2011 年7月1日閲覧。2011年6月20日、ケーブルテレビ区域外再放送の大臣裁定答申に関する会長をコメント。 日本民間放送連盟、http コロンスラッシュスラッシュ www.nav.or.jp スラッシュインデックス .php2011%C7%AF06%B7%EE20%C6%FC%20%A1%CA%CA% 回 3%C6% bb% c8% af% c9% bd% a1% cb% a5% b1% a1% bc% a5% d6% a5% eb% a5% c6% a5% ec% a5% d3% b6% e8% b, b C, ト e 8 b 3 b ト b a c 6 c 1ン7 b f a 1 a 4 c ト8 e a 2 c 2 e 7 b f c 3 b a d b c 4 e a a 1 d 7 c 5 FA%BF%BD%A4%CB%B4%D8%A4%B9%A4%EB1%B2% 回 1%C4%B9%A5%B3%A5%E1%A5% 回 3%A5%C82011、e、年7月1日、閲覧。 峰市議会平成23年、第2回定例会本会議会議録3から4ページ、峰市議会平成23年第4回定例会、本会議会議録17ページ、宇部市議会平成24年6月、定例会会議録232ページのキャッシュ、豊富市議会平成24年第4回、定例会会議録142から146ページ、地域情報システム、 てれとも、山口ケーブルビジョンに納入、日本電気株式会社、http コロンスラッシュスラッシュ www.nec.co.jp スラッシュプレススラッシュ ja スラッシュ1005スラッシュ2701ドット html201 年1月3日閲覧アニメ、ゲームを深く、マニアックに取り上げた番組。低予算ながら、 高橋名人や桂正和が出演したこともあった。テレビ山口、FM 山口との三者共同制作番組、ありがとうございます。